はい、皆さんこんにちは、うろこです。この番組では皆さんが気になる商品を5分で分かりやすく紹介していきます。毎日更新していますので、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。なお、在庫確認やカスタムのご相談はパドック店頭まで直接お願いします。コラボ企画リクエストも随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。さて、今回ご紹介する商品はこちら、クラウンモデルエアコッキングボルトアクションスーパーライフル U10 ジュニア名機スーパーナイン直径ライフル。全長が 1013mm、 高さが約 170mm、 重量は 1820g、 弾丸は 6mmBB 弾 0.12g 推奨です。動力源は手動コッキングとなります。装弾数は25発のケースレスマガジンか5発の排気式ロータリーマガジンの2つがね、選べます。可変ポップアップメカ搭載、単発発射のみのエアコッキングライフルになります。で、発射のエネルギーは青少年保護条例をクリアしている10歳以上用エアガンで、有点U10 はアンダー10イヤーの意味となっております。U10 といえどもエアガンとしての実力は確かなもので、名機スーパーナインの直径となっておりまして、基本設計はそのまま引き継いでいます。で、ちょっとね、今ケースレスマガジンっていうのがないので画像でね、ご紹介しておりますが、装弾数25発のケースレスマガジンと装弾数が5発のね、こちらの排気式ロータリーマガジン、この2つのね、方式を選択できるんですけども、命中精度を重視するならケースレスマガジンで、リアルな操作感を楽しむならこのロータリーマガジンをね、使用するのがいいと思います。で、ロータリーマガジン、こちらをね、使用する場合は、この内部にですね、ケースレスマガジンカートリッジって、こういうね、ものが入っております。これを外してからじゃないとこのリアルカートのね、ロータリーマガジンが使えませんのでご注意ください。もちろんケースレスマガジンってね、拭けるやつを使う場合はこちらのケースレスマガジンカートリッジが必要となっております。で、ホップアップはこちらですね、ここのところを調整器具で回して調整してください。で、あとサイトはですね、これスコープ搭載モデルなんですけれども、アイアンサイトモデルはこのリアサイトの方がですね、上下左右の調整が可能となっております。で、セーフティーはこちらについておりまして、はい、後ろに下げるとセーフティーでこれが打てなくなると。で、前に倒すと、はい、打てる。それでは実際に打ってみたいと思います。はい、シューティングレンジやってまいりました。さあ、U10 ジュニアなんですけど、弾をね、ちょっと込めてね、このカートの方ですね、先込めということで、この 0.12g 一発入れます。そうしましたら、こちらロータリーマガジン、はい、排気式ロータリーマガジン、このね、前からちょっとスライドさせる感じで、他のやつはね、もう BB 弾入れちゃいました。こういう感じでね、はい、入れてっていただきます。まあ、これもね、楽しみの一つでございますね。こう一個一個こう込めていくというのも、なかなかね、おつなもので、これが5発入れることが可能です。で、この向きにね、注意しながら、この下のところから、はい、入れていただきます。で、コッキングを、はい、よいしょ、はい、このようにしていただいたら、一応弾速ね、測っていきたいと思うんですけれども、はい、41.68 で、排気をするんでね、はい、じゃあ、5m かな、 5m じゃないか、 7m 打っていきます。一応これね、スコープが今ついてるモデルなんで、どのくらいかな、この辺かな、よいしょ、お、はい、排気を、これで今弾は多分全部ね、打てたと思います。はい、まあ 0.12 なんでちょっとね、暴れる感じはあると思います。ただ非常にこのコッキングね、ボルトアクションでやるっていうのはすごく楽しいですし、あとこのスコープがね、今これちょっと載せてるんですけど、載せてないモデルと、あとパドックの方でもね、ちょっとオリジナルでこのスコープ載せてる商品もあるみたいなので、ちょっとね、皆さんの視聴時期によって違うかもしれませんが、そちらの方もね、ぜひホームページの方でご確認ください。
はい、いかがだったでしょうか。皆さんもぜひ使ってみてください。さて、今回ご紹介したのはクラウンモデルエアコッキングボルトアクションスーパーライフル U10 ジュニア。ご購入は模型パドックのホームページからお願いします。画面の QR コードか概要欄にもリンクがありますのでチェックしてみてください。この番組は毎日更新しております。皆様からのチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。コラボ企画リクエストも随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまた明日お会いしましょう。バイバイ。